3、2、1、0、点灯。解像度が、10倍以上になったという新しいものですけども、これで見ると本当に細かいところまで見えますので、これからですね、さまざまなものをご覧いただきたいと思うんですが、東北大地震があって、その後で下に時間が書いてますね、3分後、4時間後、5時間後ですね、このように世界に広がっていって、そして、失礼いたしました。こちらの地図が、この住宅地には集まっています。そして、こちらに実際に地図を作る画面が出ていますが、このように、